はい。それでは、地学の授業を始めたいと思います。本日は、センター2012年の問題を題材に、まあ、太陽系の天体ね。まあ、これについて見ていきたいと思います。で、そしてそう。太陽系天体に関する次の文章読み以下の問いに答えようということになりまして、はい。次の随地ね。うん。これはそう。金星探査機の軌道の 概略図であるそうです。で、探査機はそう。ケプラーの法則に従って、地球の軌道上の点 A ね。うん、ここのところがそう。円実点ね。まあ、円地点と言っていたりもしますけれどもね。で、あとそれからそう。近星の軌道上の点 B ね。ここのところが近日点。まあ、こちらは近地点と言っていたりもします。 となる、楕円軌道ね。うん、楕円軌道を回って、最初の近日点で近星に到着するとね。いうふうになってます。で、そして、はい。地球の軌道半径は1.0天文単位ね、うん。まあそう。太陽地球間の平均距離ね。これを、 一とする長さの単位というのが天文単位ということになるのですが、まあ今回の問題間違いなくそうですし、まあ大部分の問題そうなってるわけですけれども、そう、惑星の公転軌道ね、これは普通に円だと禁似しますよという、まあそういうことになっておりますので、まあ平均距離とか言ったって円だったら、 半径、どことっても同じ長さじゃないですかということになりますので、定義に則りまして、まあ、定義だからぴったり1天文単位と言ってもいいのですけれども、一応1.0天文単位ね。うん。というふうになっておりまして、で、あとそれからそう、金星の軌道半径ね。こちらはそう、0.7天文単位ですと。いうことになっていて、で、そしてそう、 監査機の軌道の長半径ね。で、それでそう。長半径というのは実は太陽からの平均距離とイコールですよというお話ね。これがそう。なんとか天文単位となり、地球から近星までの所要時間はほにゃらら年となるという話になっていて、 まあそう、ちょっと後半はまた別の話題なのでそろそろ見ていきましょうか。そうなんです。問い一の文章中、あ,あ、いいね。ここに入れる数値の組み合わせとして最も適当なものを選ぶと。ただし、はい、なんか近似値が2種類与えられているので必要に応じて使ってくださいなという話になります。えー、というわけでそう、この、あですね。うん まさしくそう、探査機の軌道の長半径というやつなんですが、だからね、これね、間違って欲しくないのは、まあ要するにこれ、横長な楕円をなしているわけね、軌道がね。だから、AB 間の距離っていうのは要するに、超軸の長さね、これに相当します。だから、それの半分っていうのが、 今聞かれている長半径ということになりますのでね。まあそこのところは誤解しないでくださいよというわけで。さあ、行きましょうか、うん。はい。こちらは0.7天文単位、こちらは1.0天文単位ですから、足し算すりゃ軸の長さね。で、それでもってそれを2で割ってやることによって、その長半径というのが出てくるよという話ね。うん で、それでもって、まあ、ちょっと気になるところはあるかなって話になりますけれども、なんでそう、それっていうのが太陽からの平均距離に等しいんですかということになりますけれども、えーと、だからね、早い話、楕円がありますとね。で、それでもって、焦点ね、F と F ダッシュみたいな感じでありますよとね。で、それでもってそう、まあ、あの、楕円というものですから、要するに、 この二焦点カーの距離の合計ね、うん。まあこれっていうのがそう。超軸の長さね。っていう関係がありますので、で、それでもってそう。まあこのね、ちょうど楕円の中心を考えてやって、そこの反対側に惑星なり何な,なりがありますよというね。うん まあそういう時を考えてみれば、結局のところそう。まあ F か F ダッシュかのところにそう。まあ普通に F の方にあると考えるわけですけれども、太陽があるよっていうことを考えますと、結局時間平均考えてやれば、そうですよ。超軸の長さね。だからこれ足すこれだってこう反対側の場所にあるかには、 長軸の長さに等しいわけですので、平均とってやったらこの長軸の長さ割る2の長半径とイコールじゃないですかというね。まあそこら辺の話は分かっておいてもらえるといいんですけれども、でも別にね、それがパッと出てこなかったとしたって今回の場合には、ちゃんと長半径というはっきりした表現がありますからね。長軸の長さを2で割ってやることによって出せるよねという。 まあそこが分かってもらえれば十分なのさという感じです。で、それでもってそう、そこが分かったら次ねということになりますけれども、地球から金星までの所要時間ね。っていうわけなんですが、まあそれがいきなりポーンと出てくるというよりは、まずはそう、探査機の公転周期ね、こちらを考えようということで、そいつをラージ g ね T のように置いておきますと。と で、そうしますと、はい。ケプラーの特に第三法則の出番ですね。あの、調和の法則とか言ってるやつですけれども、はい。まさしく、t ね。公転周期の二乗イコール0.85の3乗ね。つまりそう。平均距離の3乗ですよ、とね。うん、まあ、この関係が成り立っています。 あただし注意しなきゃいけないのは、これが成り立つのというのは、あくまでそう。公転周期の単位として年ね。で、あとそれからそう。距離の単位として天文単位ね。これらを採用した。で、それで太陽系内を考えている。その時に成り立つ式っていうだけであって、別にそう。いつもいつもこの、 t 事乗イコール a まあ a というのはそう太陽からの平均距離ですけどもその a の3乗ですよとねいう風うになっているわけではありませんのでなまあ単位が違えば値は違ってきますしだからそう釈迦に説法という感じもしますがあくまで一般的には、うん、t 事乗分の a 3乗これが一定っていうだけですからね で、それでもって、太陽系内、地球にね、適用してやれば、はい。1年の事情分の1天文単位の3乗だから、イコール1になりますので、こういうのが使えるという、ただそれだけですから、誤解はせぬようにというところです。で、まあ、ただ、これが実識できりゃ、怖いことはねえなっていうことになりまして、そうそう。t が欲しいのだから、平方根を取ってあげたらいいんですけれども、まあね、 当たり前ですが、0.92の3乗なんかやりたくねえとね、うん。いう話になって、これ全体にルートをかけてやれば、0.85の1乗に関してはね、ルートの外にちゃんと出てくるじゃないですかという話になってきますから。そう、0.85かけルートの0.85というふうに見て、で、それでもってちゃんとルートの0.85の近似値与えてあるじゃないですかというね、うん。話になってきまして、 まあ、ただそう、注意しなきゃいけないことというのは別に、今回、あの、あれを求めてくださいとね、周期を求めてくださいなんて言ってるわけではないのですよとね、いう話になってきますので、本当に気をつけなくちゃいけないのは、こっちね。地球から近世までの所要時間ね。これなんだとすると、そうだよ。こっからここまで行けばいいんですよというね。 まあそれ以上でもそれ以下でもないようなお話ですから、うん、欲しいのはそう、半周期分ですね、うん。っていうことでそう、2分の t で、まあちょうどそう、9に偶数じゃないですかっていうことになりますから、0.85×0.46 ね、うん。で、真面目に計算してもいいけど、あのーさあ、さ、1.1、3.9とか、まあそもそも3番4番選べないんですけどね、あの時点でね。で、あとそれからそう、 0.11だってどうしたって小さすぎるじゃないですかというね。話になってきますからそう。ここのところのあの0.39年ね。まあこれきゃないじゃないですかということを考えて、はい。2番選べりゃいいですよというお話でした。まあというわけなんでな。ケプラーの第三法則ね。これきっちり使えてほしいのですけれども。まあね、定期試験でもどこまで出るかってのは微妙な線ですが、 あくまでそう。太陽系内ね。そして単位は天文単位と年ね、うん。そこを使った時だけこの比例係数は1になりますからねという。まあそこら辺は誤解せずに使ってってくださいなというたりです。じゃあそしたらね、まだこの辺のお話も続くことになりますけれども、じゃあ一旦ここまでということで。お疲れ様でございました。はい。 本日の授業いかがでしたでしょうかあ,あ、面白いな、分かったなと思っていても、一週間、二週間と経つと忘れてしまうのが人間ということになりますので、ちゃんとね、またまた間を空けて復習することを忘れないでくださいね。それでは皆様さようなら。